辺のそのいわゆるクレーバーさっていうのが、あの斉藤選手の持ち味ですからね。あ、勝ってそうですね、はい、うわ、ここも高さを見せていきました。なんか失敗しちゃったのかなっていう感じがありましたけど、ただ結構崩すの厳しいですからね。そうですね、はい、このハジーカスが引き倒す逆サイドリーフとスリーポイント、ちょっと押しが厳しいですね。ハジーカスがキックアウトしっかりと決めていきました。サイド使っていきますが、篠山からもう一度スリーポイント、ハジーカス、そしてここはカバーして熊谷、バスケットカウントワンスローボールになったボール、これですね、これを戻したところ、熊谷がレイアップ決めていきました。長谷川、そして大塚、大塚これもスリーを狙っていって決めてきました。エンドワンですか、エンドワンですよね、そして11番滋賀は佐藤のファールです。佐藤は今日3、そして長谷川も打てます、そして篠山、ハジーカスも打てる、ヒースも打てる、ただここは篠山のシュート、ここで決めてきます。思いっきりいけると思うんですよね、はい、まあ、決めた篠山選手、これ仮に落としてもリバウンドヒースが入ってますからね、入ってますね、はい、だから思いっきりいける、3点を追っての攻撃、藤井からファジーカス、そして熊谷、前が空く、ここは決めていきました。ターンオーバーから1点を追っています川崎、ファジーカス、ファジーカス、ここで決めてきた、残り30秒というところで90対89、なかったら終わりですか、終わりというか相当厳しかったですからね。そうですよね。